いつもご視聴いただきありがとうございます。繊細ライフスタイルチャンネルの竹内です。今日は我が家の鶏さんです。はい、先日もねプランターとか見させてもらいました。はい、行くよ。行く。見てください。ウコッケがこれ卵産んじゃったまあ大概産卵箱で産むんですけども、ウコッケはね卵を温める野生味があります。現代の鳥は卵を温めてる期間新しい卵を産まないっていうことがあるので卵を産まない鶏になってしまってるんですけども、見てください。この小屋、この辺、はい、中入りますけどね、行きますか。はい、はい、見てください。これ何かっていうとですね、この2人のウコッケお母さんが卵を温めてひよこを3匹も返してくれます。ちょっとビビってますねほら、そっちから来ますよ。はい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 。もうこのお母さんたちにね孵化してもらったので人間慣れしてませんはい、こんな感じで、はい、生後2ヶ月ぐらいって形ですかね。ウコッケイなので成長はゆっくりなんですけどね、可愛いですよね。なので鶏飼ってるだけだとフランキっていう機械を使わなきゃいけないんですけども、こういったプランターにもみ殻を引いて卵を置いておくと温め始めるウコッケが出てくるんですね。そうするとそのままお任せしとくとひよこを返してくれて、しかも見てください、ママ力すごいですよね。我々が入ってきてビビったひよこたちを守るために母性本能でですね、威嚇したり教えたり、もしくは餌をあげるとこれ食べれるんだよとか、これはこうやって土でミミズかき出すんだよみたいな形でヒナとね会話しながら育ってくれます。今回ね2羽のウコッケお母さんが同時に温めてたので2羽で3匹のひよこっていう形でやってます。もうちょっと奥行ってみましょうかね。はい、はい、先日ね前回の動画概要欄に貼っときますけども、フランキで羽化させた鶏たちがもうこんなに大きくなってます。あと数ヶ月したら卵を産み始めるでしょうね。はい、でこちらがね産卵箱っていう形で朝食を食べて、で今卵を産みにね来てるって感じです。はい、ここはね全然臭くないですね。よく見学会とかやるとね見ていただくと、鶏飼ってんのにこんなに臭くないんですかって驚かれるんですけど、もみ殻をただ上から引いて米ぬかをたまに餌としてあげてると自分でカカカカって混ぜてくれて、これなんてうちきゅうりね種取りしてるのにきゅうり食べた後の皮を食べさせて、こうやって混ぜて堆肥を発酵させてくれるって形ですね。はい、オスもいるのでね朝3時ぐらいからコケコッコーですよねはい、鶏を飼うとね生ゴミが出ても鶏が食べてしまうので、生ゴミは実質餌になってしまって生ゴミというものが出ません。で食べきれなかったものは鶏自身がかき混ぜて堆肥にしてくれるので、うちなんかはね1年に1回踏み込もん症っていって苗を作るために発酵させる時にこの鶏床を使ってあげると発酵が促されて氷点下-10度までいく長野でも春に夏野菜をね発酵力だけで育てることができてます。はい、餌はこんな感じですね。はい、地域の農家さんからもらったくず米とか、もしくはカキ殻はちょっと買って入れてるかな。あとは本当に種取りした時の残った残砂とかね、もしくはこの地べたに餌を置いてあげるっていう形でやってますし、今日は話してませんけども昼間はね放し飼いにして水掘ったり草食べたり、なんかいろんなことやってますね。皆さんもね鶏飼ってみたいなと思ったら是非ウコッケイ飼っていただけると可愛いヒナが見れますよ。またね。